はい、皆様こんにちは。全権株式会社代表取締役社長の林淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中ですね、貴重なお時間を、弊社の説明会に足を運んでいただきまして、大変嬉しく思っております。本日はですね、こちらの資料に基づきましてご説明させていただきたいというふうに思います。まず会社概要からでございます。弊社は現在グロース市場に上場しておりますが、マーケティングとウェブマーケティングとですね、海外人材を軸とする会社でございます。そこにない未来を作るというパーパスを掲げております。日本のですね、これから生産年齢人口が減少するというこの大きな社会課題にですね、さまざまなソリューションを持って対応していっている会社でございます。創業は意外と古く1975年で、もともと学研さんとかベネッセさんと同じような教育企業という形で創業させていただきました。2000年からですね、私が全権にジョインするタイミングでですね、IT 事業に新たに参入をして、2018年ちょうど5、6年前にですね、海外 IT 人材事業に進出をしまして、2022年は海外介護人材事業にも参入をしております。ちょうどですね、私もともと学研という会社で、子会社の販売会社の社長をしておりまして、これから日本の子どもたちが減少していく、つまり教育の市場がシュリンクしていくということに不安を感じましてですね、それで IT 事業をやりたいということで全権にジョインする形になりました。そこで IT 事業を立ち上げて、IT 事業を成長させて上場させるに至ったというような状況でございます。まず事業セグメントですが、成長事業として、これからとにもかくにも人が減っていきます。この人口が減少していくという部分を補うのは2つしかないと思っています。一つは DX、テクノロジーによって、人間がやっていた作業分をテクノロジーが補うということです。でもう一つは海外人材、つまりそのテクノロジーを、作り出すエンジニア、こういった人たちが非常に必要になるだろうと。また、コンビニや土木作業の現場では、海外の労働人口がすでにたくさんの人が日本に入ってきています。で我々は、IT 人材の次に介護人材に参入しました。これもですね、日本の長寿社会に対して新たに介護の仕事をしたいという若者は激減の一途をたどっています。この非常に厳しい介護の業界の中にインドやインドネシアで看護大学生を介護のスキルを身につけさせて、日本語の能力を身につけさせて、そして介護の業界に送り込むという、こういう事業がこれから非常に伸びていくであろうということで、私たちは IT と介護を今推進している状況でございます。主力事業なんですけれども、日本って90% は中小零細企業で成り立っているというふうに考えています。でこの中小零細企業がどんどん世界に進出をしていかないと、なかなか日本のこの円の厳しい状況の中でですね、外貨に対しての糸口を掴んでいかないとなかなか難しいだろうというふうに考えて、非常にニッチな市場で、メディアを今までかれこれ約8000メディア近く作ってきました。この8000メディアという数は IT 事業を手掛ける企業の中でも非常に数多くのですね、メディアを手掛けてきたと言えると思います。そして海外人材事業はまず法人向けのですね、語学研修をやったり、世界中の日本で働きたいと思っているエンジニアの方々を、
イエイというエンジニア採用プラットフォームに集客をして、これスタートしてまだ1年ちょっとなんですが、すでに100カ国から4万人近い日本で働きたいという、IT エンジニアがたくさん登録をしてきていると。その方々に、日本語教育を施し、もう日本語学校は長く運営してきておりますので、まあ、そのノウハウを持って、海外人材に日本語を教育して、そして、日本の、人材不足で悩む企業様に安定供給をしようというようなことをですね、やってきております。西新宿という新宿駅から徒歩 1,2 分の一等地に自社ビルを2つ、100% 稼働させておりますが、まあ、これは不動産事業を伸ばしていきたいということではなく、非常に、高立地、まあ、これ、大阪で例えますと、梅田の駅前の一等地にですね、ビルを2本持っているというようなところなので、まあ、今のところ、非常にニーズが高く稼働率も高いので、まあ、不動産事業を創業者から引き継いでですね、運営しているという状況でございます。ビジネスフローですが、 IT に関して、いわゆるたくさんの中小零細企業の、ニッチな市場の集客のお手伝いをしていると。そして、海外人材事業は IT と介護の、領域で日本語教育を施して、そして企業側には語学研修を施したり、それから日本人で留学に行きたいという方々に留学を、世界中の大学に留学を斡旋したり、そして今申し上げたように不動産セグメントがあると。大きく言うとこの3つになりますが、今非常に力を入れているのはこの主力事業のマーケティングと海外人材セグメントでございます。弊社の専門性の高いメディア、例えば、不動産なら某リクルートさんがやっている、スーモというメジャーなメディアがあります。例えば結婚ならゼクシーっていうサイトがあったり、化粧品ならアットコスメ、つまり大きい市場には大きなメディアが存在します。ですが、日本国中、さまざまな事業者様はありとあらゆるニッチなジャンルで、一生懸命技術を磨いて、そして競合さんと競争環境の中で戦っています。でそれを求めるユーザーニーズも確実にあるわけですね。例えば、RC 住宅専門とか狭小住宅専門とか、まあ、そういったかなりニッチな住宅の市場に、特化した専門メディアを、作ってみたり、緩衝材の製造機とか会員管理システム専門の、メディアとか、インビザラインという皆さん聞いたこともないようなですね、そういった専門性の高いところで、メディアを展開します。例えば私も上場するまではですね、IR、っていうことに関して非常に素人でございました。つまり、例えば、大阪で、IR を支援してくれるサポートする会社はどこが一番いいのか、海外の投資家に IR をするんだったらどこの会社にお願いしたらいいのか、でそういった専門メディアがないからなかなか自分で調べてもわからないわけですね。でそういうようにユーザーニーズっていうのは多岐にわたりまして、そのユーザーニーズに合わせてさまざまな隅から隅まで日本国中にですね、数万数十万サイトをこれから作り続けようというふうに思っております。すでに8000メディアという IT 企業の中でも8000近いメディアを自社で運営している会社っていうのはおそらく10社とないと思います。まあ、そういった形でかなりニッチなところに力を入れて、非常に中小零細企業様の集客をサポートして大変喜ばれているという会社でございます。
まあどうやって作ってるのかっていう細かい話になりますけれども、市場分析をして、クライアント様は何が強みなのかっていうところを分析してあげて、そして競合様と、何が優位性なのかっていうところまで、全てコンサルティングをして、そしてどのポジションにどのメディアを立ち上げれば効果的に集客を安定的に送客できるかっていうところまで、コンサルティング的なですね、仕事になります。そういうような形で、中小零細企業様に、しっかり密着をしてですね、多くのメディアを作り続けているという状況でございます。今ですね、かなりたくさんの、数の制作スタッフを抱えています。内部に、編集者を170名、外部に、ライター様を、1300人、計1500名体制でですね、約8000メディアを作り続けてきましたが、これから、チャット GPT という非常に、世界中の方々の、文字作りに対して非常に有効なツールが、開放的に、なってきましたので、そういった GPT なんかも駆使して、人件費を減らして、コストを削減して、メディアを作り続けることができるので、これから、こういった部分のコスト削減にも非常に期待できるところでございます。で、先ほど申しましたように、こういった非常に小さくも深い、専門性の高いメディアを、作り続けているということでございます。これもうほんの一部でございますけれども、こういうふうにして見ると、確かにそういう事業もあるんだろうなっていうふうにお感じになると思いますが、この事業で、皆さん、生活をかけて命がけで、事業に取り組んでいらっしゃる、中小企業様が日本にはたくさんございまして、その方々のお力添えになることでですね、社会の役に立っていきたいと、このように考えています。日本の国力に関して、私だけでなく皆様も含めてですね、円の力含めて様々なご不安があるとは思いますけれども、こういった一丁目一番地となる日本の国力の部分をしっかり支えていきたいというふうに、このような小さなメディアを作り続けて、小さな会社から大きな会社までですね、マーケティング、つまり集客を手伝いすることでですね、お役に立たせていただいているということでございます。これもですね、コロナで弊社大打撃を受けました。つまり、東京都知事から始まってですね、日本国中のメディアが、3密と、いわゆる室内で集客をするようなエステとかスクールとか、クリニックとか、そういった会社様が全く広告を打たなくなる時期が3年間ございました。この3年間非常にきつく、さらに、新しい法律で、ステルスマーケティング法案、つまり、クリニックとか美容外科とか弊社の、主力となる顧客に、かなり関わりのある法律がかぶさってきたことでですね、かなり厳しい状況に追い込まれて、株価も下落してしまいました。で、現状やっとコロナがほぼ明けたという状況の中でですね、新たに B2B という、いわゆる製造業ですね、電気とか機械とか土木建設、日本の企業、つまり昭和の日本経済を世界第2位まで押し上げてきた、そういった日本の主力産業に、マーケットをシフトしまして、新たに成長、曲線を描くことが今できつつあるという状況でございます。取引先の件数自体は B2B という広告費をたくさん持っている業界はたくさん契約は取れるんですけれども、1メディアあたりの単価と1メディアあたりの継続率っていうものが今取り組んでいる B2B よりは短い。ですが、
B2B に関しては1社1メディアあたりの単価が高く、さらに継続率が長いので、若干数の伸びはいまいちに見えるかもしれないんですが、安定的に増益を描いていくことができるであろうというふうに今は B2B に振り切っているという状況でございます。直近の業績でございます。今月開示しました第2四半期決算は売上高27億9000万円、営業利益1億6000万円、前年同期比で減収減益となっています。売上の減少は子会社のサイシードという会社が、を5月に売却したんですけれども、これはコロナワクチンの予約システムで、ものの1、2年、3年ぐらいで10億ぐらいまでブワーンと伸ばして、つまりコロナのワクチンの予約を取るときに皆さんがお使いになった予約システムはほぼ、弊社子会社のサイシードという会社のものでございました。それがコロナが、収束したとともにですね、この事業の、コロナでの収益は、得られないであろうというところで売却しました。これによる減益が大きな要因でございます。営業利益の減少要因はさらにウェブマーケティング事業、先ほど申しましたように B2C のところに広告予算がつかなくなって一気に減収してしまったと、こういったところが主な要因です。それがこれが明けて今500円台まで株価が下落してしまいましたが、逆に言えば今が買い時でここから上げていけるというふうに考えております。こちらはセグメント別でございますが、マーケティングセグメント、が大半を占めています。これから海外人材セグメントが今ちょうど IT が5年間投資してきまして、インドのベンガルールという、アメリカのシリコンバレーと言われるインドの一番エンジニアを輩出している、南に位置するインドで40度みたいなところではなくて軽井沢みたいな非常に涼しい緯度のところでございます。ここのインドの出身のエンジニアは例えばマイクロソフトという非常に大きな IT の会社の CEO まで上り詰めたり、非常に優秀な方がたくさんいて今世界中のメジャーな IT 企業で大活躍している。でその発祥地でございますが、そこに5年前に進出をしまして上から40大学ぐらい開拓をして、大学の学内に日本で働きたい人を集めるキャリアセンターを設置し、安定的にですね今数万人の日本で働きたいエンジニアを仕入れ、それをこれから日本のエンジニアが採用できなくて困っている開発系の企業様、こういった企業さん、先ほどの私の前に講演してくださった会社様も開発会社様でございますが、ああいった会社様は常にエンジニアが必要なので、ああいった会社様にですねエンジニアを安定供給するようなそんな仕事を今やっております。それでかなり仕入れが出来上がってきたので、これからさまざまな企業様とアライアンスをしながら安定供給をしていくということで成長させていきたいというふうに考えております。5年ぐらいの投資フェーズを来て経てですね、これから黒字化させていきたいというふうに考えています。当社の中期成長戦略についてご説明させていただきます。一つ目に、ウェブマーケティング事業のさらなる拡大を目指しています。先ほど申しましたように8000メディアを、8万メディアにという形で、拡大をさせていきたいと。そして2つ目に、海外人材事業、特に IT と介護、ここに力を入れて、中期成長戦略を掲げております。でウェブマーケティング事業は、今までは量で、数を求めて営業してきましたけれども、これからは質と単価を重視して、さらなる拡大を目指していくということでございます。そして B2B、つまりエネルギー、コンサル、フランチャイズ、IT ツール、製造、医療関連、機械、こういったさまざまな今まで開拓していなかった未開拓で、それまではこの真ん中のすでに開拓している、広告費をかなりたくさん使うような業態、ここに注力をしてきたと。でこれからは、
未開拓の B2B のマーケットに参入をするということでございます。で、成長事業と見込んでいる海外人材事業ですが、これからまあご覧の通り、79万人 IT 人材が不足し、介護人材は、マーケットかなり狭いのに、69万人不足するというふうに言われております。この今後もう拡大の一途をたどるであろう外国人の労働者を日本のシュリンクし続ける採用難である市場に安定供給し続けることで、向こう数年数十年安定的にですね、増収増益を図るべく今、一生懸命仕込みをして、これからコロナが明けて、開花させていくという状況でございます。で、特に、今一番注目しているのがインドです。中国を抜いて、14億人世界最大の人口国となりました。特にインドの皆さん平均寿命って何歳かご存知でしょうか。70歳に満たない68歳ぐらいなんですね。つまり、14億人もいるのに、70歳まで生きない国なんですね。つまるところ、何が言いたいかというと、15歳から35歳の超働き盛りのこの若手のマーケットに、何億っていう人材がいるんです。そこに国を挙げて、IT 人材とか今介護人材を、育成して、それを、国交のいい日本とですね、手を組んで、安定供給していこうと、こういうことでございます。で、私たちも大学の中に、ベンガルールで日本企業として初めて大学の中にキャリアセンターを作る、そして、学生を集めて日本企業に送客をし続けるという今までにない新たな取り組みをですね、実現させた会社でございます。そして、新卒採用においてはインドの上位大学で、きめ細かいサポートアドバイスをしながら、日本語教育を施しながらですね、日本語検定っていうのは N5、N4、N3、N2、N1、 N1 っていうのはなかなか日本人でも取れないぐらい難しいレベルなんですけれども、もう N2 ぐらいになると今私が喋ってるのと同じぐらいのレベルで喋れる人たちで、 N3 ぐらいが日常会話ぐらいで、この N3 ぐらいまで育てて、企業に安定供給をしているということでございます。で、まあこんな感じで今45大学と提携をして、かなりの人数送客できるようになりました。で、これからですね、先ほどの会社様と同じような開発系の企業様で、今月株式会社アイリッチっていう会社と、提携をしました。弊社のインドのベンガルールの IT 人材を活用した開発チームの供給を目的として、業務提携いたしました。つまりアイリッチさんは、エンジニアの採用に非常に困っている。ただし、開発能力はものすごく高い、なので、弊社の全権インディアという子会社で、アイリッチ様のエンジニアを採用して、そしてそれをアイリッチ様が育て、私たちは人材派遣するというような、そういう取り組みをスタートしました。さらに介護人材を始めるにあたって、介護業界の方々に、あなたたち IT 企業でしょ、人材企業でしょ、介護のこと何にも知らないでしょっていうふうに言われないようにですね、実際に弊社は、自社で、介護施設を M&A で取得をしまして、今埼玉県久喜市というところに3つの介護施設を設け、そこにインドネシア人材、インド人材をいわゆる供給して、そして活躍してもらい、その様子を全国の介護施設様に見ていただきながらですね、日本人と分け隔てなく活躍ができる外国人人材の方々を、全国の介護施設様に安定供給できるようにということを目指してやっております。で、仕入れに関しては、インドネシアでは、学習堂とか、ダルマワンというところと、
業務提携、独占契約を結ばさせていただきまして、インドネシア人材を安定供給する、それからインドに関しては先行して5年前にスタートした IT 人材の実績が認められて、インドの国家機関の直下のですね NSDCI というところと業務提携、まあこれ日本でいうとハローワークさんみたいなところです。もう完全国の直下で、インド14億人の巨大なマンパワーの中にある看護大学、つまり医療の力のある看護大学生に介護の教育と日本語の教育を施し、そして日本の介護施設に安定供給するという、まあ、こういうところまでたどり着いてきたということで、まあ、これからたくさん介護施設を持っている大手様から順々に弊社のインド人材を安定供給していこうということを、今私が先頭に立って躍起になってですね、介護施設に訪問し面談を繰り返しながら供給しているところでございます。はい、ご参考までにですが、弊社の PBR 今 0.5 倍と非常に株価という意味では非常に低い評価だと私は考えております。今後ですね、弊社はこれからもうどうしようもなく減っていく日本の人口、これによって逼迫する経済市場、この逼迫する市場、つまり成長し続ける市場に海外人材の投入、日本語教育、それから弊社は1割以上がバイリンガル人材という英語と日本語がペラペラな人材が社内に1割以上いるという非常にインターナショナルなグローバル企業でございますので、もともとは教育企業でございましたが、私が IT 企業に変換させ、上場させ、さらに新たにもともとの教育のメソッドを生かし、日本語教育を施し、海外人材を安定供給するということで、大きく成長させていきたいというふうに考えております。したがってこれから関西地域においてもですね、たくさんの介護施設がございます。開発系の企業もございます。そういった会社様に外国人人材をですね、たまには関西弁も真面目ながらですね、日本語教育を施して、関西領域の企業様にですね、喜んでいただけるように頑張っていこうというふうに考えております。長きにわたりましたが、ご清聴ありがとうございました。はい、先ほど申し上げたように、コロナで、在宅ワークとか副業ができるようになったんですよ。なので日本国中の専門的な文字が書けるライターさんとか編集者っていう方々が、かなり副業ができるようになったことで、1500人のライターを確保していますので、我々がやっているニッチな、いわゆる製造業ですね、機械土木建設、そういったかなり専門性な領域の文字が書けなければいけない分野の、専門性の高いメディアを書くことができます。これが一般的なウェブ企業にはそういった人材がほとんどおりませんので、それが弊社がありとあらゆる領域にわたって8000メディアも作れてきた。そして上場企業ではこれと同じことができる会社はほとんど皆無でございまして、未上場の会社で 2,3 社弊社の模倣をしてやっているような会社が 2,3 社ある程度という状況でございますので、まあ、この領域は安定的に弊社が伸ばせていける領域だと、それが強みだというふうに思っております。はい、あります。私たちは想像もしなかったリスク要因によって B2C のマーケットを破壊的に失ってしまいました。それがコロナで、それがなければ、普通に広告予算が減らなければ、今の何倍もの領域までもうすでに成長していくことができたんですけれども、まあ
コロナであったり、そういったステルスマーケティング法案といういわゆる美容整形とかのクリニックが使用前使用後でかなり過激に、使用前が使用後でこうなったみたいな過剰な広告っていうんですかね、そこに規制が入ったものですから、そういったメディアを閉じなくいけなくなった弊社のクライアント様が大多数いて、そういった想像もしなかったようなリスク要因で、いわゆる減収に追い込まれたということでございますが、かなり、まれといえばまれ、なのかなと、思います。あともう一つよく質問されるのが SEO って聞いたことありますでしょうか。つまり、Google とかで検索上位に上げるテクニックのことなんですけれども、これに関してはもう弊社はテクニック的なところで上位を取るという手法をやめて、つまりユーザー様にとって有益な情報をコツコツ記事にして、それを積み重ねて上位表示をするという Google の基準に沿った上位表示をさせているので、これによる大きな下落っていうものはほとんど多分もうなくなるだろうというふうに思っています。SEO に関する上場企業が続々とですね、この SEO の下落によって株価を落としたり、まあ中には上場廃止に追い込まれるような会社さんもありましたが、まあ弊社に関してはそういうような手法は取っていないので、まあそういうリスク要因はまあ排除したかなと。あとは海外人材に関してのリスク要因はめちゃくちゃあります。例えば私たちはフィリピンとか政治的な不安要素のある国とは連携はしないということで、そうじゃないいわゆる戦争だとかクーデターとかそういった政治が安定しない国、まあそういったところとの取引はしないように避けてきています。今はインドよりもフィリピンとかミャンマーとかの方が日本語が喋る人が多いから簡単にその方が商売になるんです。なるんですが、中長期的に見た場合インドはもう圧倒的なマンパワーで世界を席巻していくことはもう火を見るより明らかです。ですから生みの苦しみはあるのは承知の上で、弊社は幸か不幸か非常に現金も資産もあり金銭的な体力のある会社でございますので、50年もやってる会社でいわゆる少々 1,2 年赤字になったからといって今日明日潰れるようなレベルの会社ではございませんので、そういったところの資本力を生かしたインドの開拓がほぼ出来上がったので、まあリスクといえばそういった政治リスクがあるのかなというふうに思っています。はい、インド以外はまあインドネシアであったりとか、いわゆる先々では介護人材の次にはホテル人材とかですね、ホテルのシーツを変えたりベルボーイとか入り口で荷物を部屋まで運んでくれたりとか、まあ、そういった簡単な軽作業ができるような人材をホテル業界で就職したいという人がどんどん減っているので、まあ、そういったところにも NSDCI さんと組んで、まあ、先々やっていこうと思っていますので、まあ国に関してはとにかく、国交が安定しているということと、クーデターとかそういった政治リスクが非常に少ない安定的な、政権、の国とだけやっていきたいと思っているので。はい、ありがとうございます。30分ですね、この 2,3 年業績が下がった、理由と言い訳を永遠に皆さんにお伝えしてきたんですが、今一つ伝わってないなというふうに感じますので改めて申し上げますが、完全に、コロナと子会社、子会社がコロナワクチンで業績を上げました。10億も売り上げを伸ばしました。 1,2 年で、それがなくなりました。このインパクトでの、上下動が一番の大きな理由です。さらに、メインの B2C の市場の広告費が激減しました。法律とコロナの、影響です。その影響で、かなり主力事業の売上が下がりました。まあこれによってこの 1,2 年、減収減益という形になってしまいました。それがその苦しい中で海外人材事業や海外介護人材事業、それから B2B に
ウェブマーケティングのターゲットをシフトさせたことで、今かなり復活の、もう足元の数字が復活に近づいてきております。もし、今日買えないと思っているんであれば、3ヶ月後のですね、また四半期決算、私の四半期決算の映像を、弊社のホームページで見ていただいて、あ、確かにあいつが3ヶ月前に言うとった通りに上がっとるなと、足元伸びてきとるやんかって、もし思ったらですね、その時に買っていただければなというふうに思っております。いわゆる人件費に関しましては、これは鶏と卵問題だと思っておりまして、先に人件費を上げて、やる気になってもらって業績を上げるのか、業績が上がった業績に基づいて、いわゆる人件費を上げていくのか、まあ、これに関してはちょうど今中間という形で、いじっている状況でございます。つまりこの状況から非常に頑張ってくれている、業績を出してくれる社員の、いわゆる給料をどんどんいじっております。熊本で、半導体の台湾の会社が来たおかげでですね、さらにそういうプレッシャーが今、日本企業すべての社長に、来ている状況でございますので、そういったことも含めてですね、今いただいたご懸念をしっかり足元から目に見える形で回復させていこうというふうに考えておりますので、ご心配な方は数ヶ月ご静観した上でですね、再度ご検討いただければ嬉しい限りでございます。まずコンペティター競合に関しましてはたくさんございます。ですが、インドという IT のエンジニアを日本語教育して、日本に持ってくるっていうところでの競合は、大きいところはほとんどございません。ただベトナムに関してはすでに上場している会社さんで、サンアスタリスクさんとか非常に業績も株価も好調の会社さんで、そういった会社さんがおりますが、我々はあえて、レッドオーシャン化しているベトナムという市場には出ないで、これから来るであろうというインドに5年前にまだ直通便もない時期に、18時間もかけて、経由で弊社の社員私も含めて、何度も足を運んでインドの大学と交渉し、提携をし開拓をしてきましたので、インドのベンガルールというところに関しての、大きなコンペティターっていうのは、まあ強いてあげれば1社か 1.5 社あるかなっていう程度のものであって、いわゆるブルーオーシャンな市場というふうに理解をしています。で、コンテンツマーケティングに関しては先ほど申しましたように上場企業での競合はゼロです。いわゆる専門性の高いメディアを作るっていうのはどちらかといったら編集会社みたいな能力が必要になりますので、そういった能力は一般的な IT 企業にはございませんので、我々それを170名の SEO 編集者と1500名の外部のライターを抱え込んでいます。これ IT 企業でこれで抱え込んでいる会社は弊社がぶっちぎりで多分日本一だと思います。まあ、そういったことでの大きなコンペティターはないというふうに考えておりますが、まあ大なり小なり競合さんは少なからずありますが、まあそういったことは当然分かった上でそこに参入しているわけなので、かなり競合の少ない領域で、我々は参入して、これから業績を伸ばせていけるというふうに考えています。PBR に関しましては先ほど申しましたように弊社は、かなり多額の資金資産がございますので、極端に言えば100億円近いビルの資産を持っているので、これを売って100億の企業を買えば一気に PBRは上がります。単純にお金を使えば時価総額を買うということができます。それが、経済の原理原則でございますので、ただ、株主様のご期待に、応えながら失敗する M&A はできないので、用意周到に調べに調べ尽くしながら今さまざまな M&A の検討をもう多方面にやっているところです。で、特にどうせするんだったらただ単に時価総額を買うんではなくて、弊社と一緒になったことによって、シナジーが発揮できてその会社さんの株価も弊社の株価も上がるというようなところの M&A をやろうと思っています。で、これが2026年が、プライム企業プライム再編のタイムリミットとなります。なので、今から2026年までが M&A が多分過去最高に活況になるんじゃな
かろうかなというふうに思います。なのでこれからさまざまな企業で M&A がもう動きに動きまくりますので、株価も動きに動きまくるんじゃないかなというふうに思っています。なので弊社もそれに負けず、シナジーのある、具体的に言うと先ほどの会社さんなんかも、システム会社さんなんかもそうです。それから人材派遣、人材紹介、こういった会社さん、それから、いわゆる介護施設を、かなりたくさん持っていらっしゃるような会社様、こういったところが弊社の主な M&A 先になります。しかもそれを上場企業レベルを買収できたらいいなというふうに思っておりますので、それができるぐらいの資産はあるので、そういったことを PBR 打開策としております。外国人のモラルということに関してはこれはもう昔から言えることで、弊社が日本語学校を持っています。これは日本語学校経営っていうのは、自社ビルを持っていない会社は日本語学校を経営できないんですね。つまり賃貸で日本語学校という事業をやると、麻薬の密売人みたいな悪い外国人の方が平気で入ってきて、日本の市場を犯していったりします。そういったことを含めてですね、そんなことにならないように弊社は、国の認可をもらった日本語学校を運営していますので、自社ビルで、認可をもらってます。そして、それを通過する上でのさまざまなリスクをヘッジし した人材をですね、現地の優良な大学とか学校とかの面接を繰り返しやって、かなりスクリーニングをかけて、どうでしょう、過去の事例から言えばそういったことが起こったことはありませんし、そこいらのフラフラした日本のお兄ちゃんたちと比べればまだ全然、優秀な優良な素晴らしい思想を持った外国人を供給している自負がありますので、ただ絶対にないと言い切れませんので、今のようなことをですね、頭の中にちゃんと置いて、人材を発掘して供給していきたいというふうに考えております。